ハピヨー、どうもひなぴよと、はい、どうもドリーです。はい、ということで2日目やっていきましょうやっていきましょう。アリスメア、はい、前回レティちゃんとリックくんの世界から帰ってきて、うん、お菓子の世界みたいな、そう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 、で、あと世界の鍵を取ったから、うん、こいつに渡せばいいのかなってところだよね。よし、話しかけよう。誰が読んでたっけ、私か。そうおや、帰ってこれましたか。どうして泣いているのです。泣いてるの。一つの世界に一つずつですか。面倒ですね。せやね。あれだ、ちっちゃ猫が言ってたんだっけ。まあ一つ回収できたのでよしとしましょう。世界で入手したものもこちらで回収しますね。あ、そうなの。へえ。まあ後で勝手に消えますが。消えるんかいアリスが今にも潰れそうですし。僕が潰れちゃうのか。このページの切れ端はまとめておきますね。どうぞ。ありがとう。ほうほうほう。赤紫色の手帳。ふん、それでは次の世界への扉を開きましょう。よっと。次もよろしくお願いします。 BGM 消えた。あ、あったあった。ただ終わっただけだった、いや動かないねこいつ本当に、さあ、あ、なんかいるよ。いる。あ、猫か。世界のルール、世界のルールはな、あいつが勝手に作ったんだよ。俺はそんなの作んねえさ。でもあいつはそれじゃ時間がかかるとか言って勝手にルールを作りやがった。ああ、だが僕らはルールに従うしかない。じゃなければ罰が与えられるからな。ほうほうほう。なんだ、たまにはこう話をしたっていいだろう。どちらが普通かなんてのは人によっちゃ違うだろうか。ずいぶんと悲しそうだね。出会ってちょっとのやつのことなんかそんな気にする必要なんてないぜ。全く飽きないね。おっと、そんなのも全部忘れちまってるのかな。全部知ってるさ。俺が奪ったんだから当然返さないけどな。返せ返せ返せ本当にお前の中は空っぽなのか。一つくらい何かあんじゃねえの。 あるかもしれないな。 あるかもなへえ、とてもそうには思えないぜ。おっと、時間だな。じゃあな。なんだよなんだよなんだよ。え、てか記憶奪ったのこいつだったんか。うんうんうん、かわいそうに。どっちだろう、ここか。あ、ここだった。あ、ここか。こっちじゃなかったね。この辺はまだか。左から順番に開けていくのかなぽいね、チェルシーちゃんだっけ。はい。アリスくん。あ、遊びに誘うかな。遊ばない？遊ばない？えっと、じゃあクローゼット開ける？遊びはやっぱりクローゼットなのか。はい、開ける。はあ。へえ。お、あ、また寝てるわ。なんでいつもクレーゼットから始まるんだ？クレーゼット。クレーゼットって言っちゃったよ。ここどこだろうね。なんだ BGM が。でんでんでん、うん、固まりおりました。固ま、あ、うん、固まったかと思った。クマのぬいぐるみ。あ、またマザーグー グース。これ、あ、また固まった、うん、え、これえ押してんのか私が。いや、そん、ん、あ、そうか、そっとしとくか。なんかまた多分同じ内容を読むだけだと思う。クマのぬいぐるみ。はい、とりあえず下行ってみる。なんだろう、広いな、うん、特に気になるものはない。お、手紙がたくさん入ってる。読んでみよう。一つ目、お手紙ありがとう。お母さんは大丈夫かな。君もあまり無理をしないように。困ったことがあれば大人を頼ってください。
お母さんにはお世話になったから、よければまたご挨拶ができれば嬉しいです。うん、まだスペースがあるから、今回も一つ謎々を出してあげよう。うん、今回は前より難しいよ。解けるかな？空は2時。おやつは3時。それじゃあ今は何時？空は2時、おやつは3時。あ、は？今？空は2時、おやつは今。あ、今は何時？今は？それじゃあお母さんによろしく伝えておいてね。ん？今は、今は、今は、わからないです。うん、この前のなぞなぞの答え当たりだよ。すごいな。いや、答え教えて。何だったの？今は2文字。だから2時。あ、そういうことか。また正解されちゃったな。あ、私空は虹って言っちゃった。虹ってことか。僕は解けなかったんだ。頭が硬いのかもしれないな。うん、硬かったわ。最近良くないニュースをよく聞きます。君も外に出るときは気をつけてね。季節が変わり寒くなってきました。風邪をひかないようにね。それではまた謎謎を。立つと低くなる、でも回ると高く、ん？座るだった。座ると高くなる、これは何でしょう。それじゃあお体に気をつけて。立つと低くなって座ると高くなる、天井じゃない？ああ、うまいうまいうまい、やったぜ。いや、合ってるか知らんけど、今回は難しかったかな。答えは天井だよ。やったぜ。立つと低くなり座ると高くなる。そういえば3日後ぐらいにはそちら、あ、3日後か、3日後くらいにはそちらへ行けそうです。会うのは久しぶりだね。前に行った時君は小さかったから覚えてないかもしれないけど、それじゃあ今度は直接お話ししましょう。謎などもその時にたくさん出してあげるから楽しみにしています。ほう、謎などが好きな人が多いのかなのかな。うん、他に調べるとこ、あれ、こっちから入ってきたんで、出てきたんだよね。ってことはこっち。おお、チェルシーちゃん、声かけよう。ヤッホー。ヤッホー。お嬢さん。あ、アレン君。うん、びっくりした。ここどこだかわかる？夢。そっか。うん。ありがとう。ごめんね。私お話苦手で、嫌いなわけじゃないの。本当、一人で怖かった。でもちょっと落ち着いた。一緒にいてもいい？かわいいな。これ欲しいの？ただの真っ白な紙切れだけど。はい。ほう、手帳の切れ端。え、真っ白な紙？どういうこと？私のお母さんは体がとても弱いです。だから私が代わりにお料理やお洗濯いろいろします。お父さんはあまり家にいることはありません。たまに狼や鹿を連れて帰ってきます。学校には行きたいけれど、お母さんが大好きなのでずっと家でそばにいます。ほう、お母さんはベッドの中でいつもごめんねごめんね、小さな消えそうな声でいつもつぶやくのです。それぞれなんか複雑な家庭環境というか。そうなんだな。ほう、何やってたんだこれ。うん、3色の薬がある。薬、薬作ってたの？3色の薬飲んでたの。洋服、装飾品が入ってる。装飾品が入ってる。装飾品、装飾品。調べられない。すごいな、 BGM が、強そう。コナミ感。野菜が入ってる。美味しそうな匂いがする。美味しそうな匂いする。美味しそう。出れない。開かないの？おかしいね。
どうすればいいんだろう。ん？おや？なんか知らん、あ、なんかいる。お？どこ？わあ、あれまたなんか出してくるんじゃない？謎謎。あはん。うん。セーブしとこうぜ。あ。あ、ロード。違う。うん、また3回間違えたらぶっ殺してくるやつやれよ。やだよ。え、これ違う、どれ、そうね、動いてるよ。え、み、ん、ああこんにちは、いたわ。めっちゃ近くで喋っちゃった僕、今すごくお腹が痛い。薬か、うん、お薬なら隣の部屋にあるけど、お腹の薬は混ぜなきゃダメなの。なんだったかな、その色では、ん、その色では動いて、その色では注意して、その色では止まる。そうおばあさんに聞いた。何かと同じなんだって。信号だよね、うん、でも失敗すると爆発するから、あなたはダメよって。今回そういう系か。いや、やってみるの。えー、ん、動いて、うん、注意して止まる。おいおい BGM 始まってくれ。え、全然始まらんや。なんでなんで、あ、始まった。あ、怖いよ。ふん、これか。うんうん、このお薬だよ。さっき言った順番にこの無色のお薬と混ぜていくの。信号の順番かな。本当にするの、うん、失敗すると爆発しちゃうんだよ。うん、気をつけてね。進むだから緑からかな、うん、次の色は注意するから黄色、うん、で止まるから赤か、うんうん、爆発しないね。今回簡単だったね。ね、うん、うん、これで大丈夫。このお薬を持っていけばいいと思う。うん、お薬やったぜ。うんうん、うん、簡単すぎても怖いな。ねえ何かあるんじゃないかみたいな。殺されない、うん、大丈夫、元気になった、じゃあさよなら。これじゃねえんだよって、うん、あのお薬持ってきたよ。お、ありがとう。うん、うん、落ち着いてきた、すごくいいね。そうだな、これ僕いらないからあげる。おお、切れ端、いい子だった。やったぜ。森のおばあさんは薬を作るお仕事をしています。ほう。お母さんの薬が切れるとおばあさんの家まで取りに行きます。とある日、いつものようにおばあさんの家へ行ってほしいと言われました。今日は届け物もしてほしいの、いつもお世話になっているから。パンやお酒が入ってるけど、どう、え、途中で食べたりしちゃダメよ。毎回言っている通り、寄り道はしてはいけません。怖い狼がいるんだからね。うん、赤ずきんちゃんかね。私はお返事をして家を出発しました。森を進む途中で私は綺麗なお花畑を見つけました。うーん、あ、終わっちゃった。なんか今音鳴った。うん、またなんか世界が変わってんのかな、かな、あ、あれかな、出れるかな、もしかして。あ、うん、鍵開いてるね。出れた、うん、え、また何かあるのかな。ね、なんか光ってる。どこだ、この後ろ。そうだ、そう、探しにくいすごい、もう、もうかけら、なんとかのかけら、うん、もう世界ごとになんか絵本になってんのか。そうだね、うん、さ、あれ、さっきじゃねえわ、最初のがヘンゼルとグレーテル、うん、でここが赤ずきん、赤ずきん。あー、もう目がシュパシュパしてな視力がよ。どこに行けばいいんだ、下か。え、おお、なんかいろいろいるね。外に出たけどこれからどうするの。うん、あ、そういえばアレン君が来る前に先生が来たの。先生、うん、あ、あの先生、うんうん、ここから動かないようにって。でも約束破っちゃった。探してみる。うん、それじゃあおばあさんの家に行ってみよう、うんうん、あ、待って、お花ちょっとだけ摘んでもいいかな。いいのか、いいのか、ちょっとセーブする、するか。あ、バーフ、マイクにぶつかっちゃった先生は一体何者なんだね、うん、黒幕説あるね。ちょっとあれだな、ドリーちゃん操作変わってくれ。いや鼻を噛みたい
よいしょ。ひなぴよが鼻を噛んでる間に。レベル2だ、うん、でお花ちょっと摘むんだっけ、うんうん、はい、ありがとう。ここのお花好きなの。本当だったら摘んじゃいけないって言われてるけど、夢だからいいよね。おばあさんのお家行こう。そうだね、うん、どうなんだろうね、うん、ここをまっすぐ行ったところだよ。でも家がさ、うん、本当に夢の世界、うん、え、もう分かんない。よく分かんなくなってきたもん、うん、え、これ上下、あ、まっすぐ、うん、こっち行ったらどうだろう、まあ、あ、いけないわ、いけないんだ、下、へい、わお、あれなんだ、ん、あれ橋がない。どうしよう、これじゃおばあさんのお家に行けない。うー、頭がぐるぐる。かわいいな。うわー、急に来るね。お困りかい、今日ずっと私喋ってんだ。操作やってもらうやっぱり。ハロー、アリスに、アリス、アリスに、アリス、アリスが2人ってことか。うん、あんまり見つめんなよ、死ぬぜ。あ嘘だって、そんな顔すんなよ。その川渡りたいんだろ。俺が向こうにやってあげてもいいし。その BGM 好きすぎるんだけどね。嘘じゃないって、ただでとはいかないがな。なんだ、ちょっと遊ぼうぜ、こういうの好きだろ。セーブしねえぞ。お、見ての通り、今ここに狼、羊、キャベツがある。ああ、ここに船があったとして、こいつら全部を向こう岸に渡したい、うん、ただしいくつか条件がある。一つ、船に乗せられるのは一度に一つのものだけ。二つ、羊はキャベツと一緒に取り残すとキャベツを食っちまう。三つ、狼は羊と一緒に取り残すと羊を食っちまう、うん、この条件で、さて最短何手でいけると思うか。ん、答えが分かったら俺に話しかけな。正解したら向こう岸へ連れてってやるぜ。ね、なんだなんだ。そうだな、アリスの世界のルールと同じように聞くのは3回までだ。わお。あ、3回間違えたら当然デッドエンドだよ。そういうことか、今回はこいつなんだな。なるほどね、うん、じゃあホワイトだぜ。へえ、セーブしとこう、とりあえず、うん、私のね、どこでもいい、うん、え、なんだろう、羊、うん、まず羊だよね、うん、キャベツを羊に食わして、その羊を狼に食わして、一回みたいな。それありえないかな。え、全部向こう岸に渡さないといけない。もう狼の中にセットみたいな。ダメか。いや、どうなんだろう、あるのかな、ありかもしれんな。ちょっと一回聞いてみようか。うん、分かったか。じゃあ答えを聞いてやるよ、うん、半角で、はい、半角でこせる、どう教えるんだ。え、一手だよね。 あ、そういうことか、うん、あずれだぜ、残念だな。おいおいおい、やっぱ違うんだな。うん、うん、まず、うん、多分私羊が先だと思うんだよね、うんうん、狼とキャベツだったら何も起こらないんだよね、うんうん、羊をまずあっちに。じゃあ2って、うん、 3? あれ3? あれ、どういうことだ。羊先やって、うん、狼とキャベツ一緒に乗せても何も起こらないよね。うん、 2? あれ、一度に動かせるのって一つだけって言ってなかった。 あ、そっかそっかそっか、どういうこと、もう分かんなくなってきた。じゃあ3しかないんじゃないって思うけどな。ねえ、うん、え、でもど
っちみち3つしかないからね。最大3だよね。最大3、最短なんぼってこと。うん、おじゃあ1か2じゃない。ね、2なのかな。2にしてみる。うんうん、分かったか。はい、2。なんでですか。ちょっと3にするか。嫌な予感がしますよ。3。嫌な予感がしますよ。ああごめんなさい、バイバイ。はい、しかも3回目だな。俺は最初に言ったはずだぜ。ま、あとはこっちで美味しく処理してやるさ。じゃあな。ああバイバイ。何、どういうことだ。ちょっともう一回説明聞こうか。うんうんうん、データロードにして。いいよね。うん、え、あ、説明聞けないのか。そうか。ああ、うん、ちょっともう一回説明聞きたいから、説明聞く前までに、前まで戻ってみる一回。戻れる。戻ろう、あのロードで。あ、そうか、上書きしちゃったかな。そうだね。あう。1からいくか。1からいくか。ちょっともう一回聞かないと分かんなくない、だって、ここからだから、一回そのチェルシーちゃんのとこ行こうか。どこだこれ。あ、話しかけるとこか。結構前だね。結構前だな。仕方ねえ。やるしかねえ。うん、あ、戻ってきた。はよ。よし。わお。で、おい。こんにちは。気候説明を。あ、ここからか。向こうにやってあげてもいいぜ。うん、ただでとはいかないかな。ちょっと遊ぼうぜ、こういうの好きだろ。見ての通り、今ここに狼、羊、キャベツがある。ここに船があったとして、こいつら全部を向こう岸に渡したい。ただし、いくつか条件がある。一つ、船に乗せられるのは一度に一つのものだけ。Why? うん。二つ、羊はキャベツと一緒に取り残すとキャベツを食っちまう。三つ、狼は羊と一緒に取り残すと羊を食っちまう。取り残すとか。うんうんうん。この条件で、さて最短何手でいけると思うか。え？あ、え、行って戻ってくるので行ってじゃなくて、行って行って戻ってきて行ってってこと？どうなんだ？ん？どういうこと？どういうことですか？6って6? ちょっと6やってみる。6でやってみる。6。あー違う。わー違うんだ。何ですか。あ、取り残すとだから、うん、あっちに、うん、あっちに羊とキャベツが行ってもダメだし、あっち側に羊と狼が行ってもダメってこと？どうなんだろう。ん、分からん。でも分からん。攻略サイトを見ようぜ。早えな。スマホどこ行ったっけ。うーん、羊を連れてって一回置いて、うん、で戻ってきた。でキャベツを乗せ、あーダメか。ひなちゃんの推理をもうちょっと聞いてみよう。うん、キャベツを乗せてって、うんうん、羊を乗せて帰ってきた。うん、で狼を乗せてって戻って羊を乗せていく。7手どう。正解っす。わかんない。 7手だったりしない、うんうん、ほい。おー、やった、やっと正解だ。やっとぜ。ああ、ちゃんと送ってやるさ。約束だからな。目つぶってみろ。はい、バッチリ。おわお、また世界がなんか違う。ね、向こう岸のようだ。